incoming! いらっしゃいませ。
here.
Oi. Yeah.
Sega.何? Thank you.
何? Thank you.
様、ご機嫌いかがでしょう。タイム司会のドルチェカミアです。ドルチェカミアのおはがきドルチェ。今回のお便りは、何？何？え？いや。
Rank up. に金貸してく。 よう、桐生君。よう、桐生君。準備良ければ神室町を出るぜ。蒼天堀に向かう。もうやり残したことはねえか。ああ、大丈夫だ。そうか。よし、それじゃあ入ってくれ。中で社長が待ってる。 お待ちしてました、桐生さん。あなたが蒼天堀に行く前に、殻の一坪の持ち主についてお話ししておこうと思いましてね。ああ。その人物は、今、うちと協力関係にある、とある組織に匿われています。協力関係にある組織？その組織については後で小田さんから説明してもらいます。ただ、 どちらにしろ大阪は大見連合のお膝元、長い時間匿えるものじゃありません。ですから、殻の一坪の所有者を我々がいかに目立たないよう蒼天堀から連れ出せるかが鍵になります。それもできるだけ早く。なるほど。それを俺と小田がやるんだな。ええ。
この役はやはりあなた方にしか任せられません。桐生さん、あなたは殻の一壺にどんな価値があるのかと聞きましたね。ああ、あんたはそれについちゃ企業秘密だと言っていた。ええ、ですが桐生さんには近いうちにお話できると思います。あなたが生きて蒼天堀から帰ってこられたら、そのためにも無事に神室町に帰ってきてください、桐生さん。わかった。それで殻の一粒の持ち主はどういうやつなんだ。若い女性です。ただどうも目が不自由とのことで、ほぼ失明しています。え？その殻の一粒の所有者は牧村誠という人物です。